ブルネイにおけるテンブロン地区の位置。テンブロン地区はブルネーイ最東端の地区である。ブルネイの地区は日本の都道府県に相当する地方区分である。テンブロン地区は飛び地であり、ブルネイた地域からマレーシアによって切り離されている。元は他地域と陸続きであったが、19世紀末に内陸側から勢力を拡大したサラワク王国にリムバン側流域を奪われて以降、 飛び地となった。行政庁所在地はバンガルで、主要な町はプカンバンガル。北はブルネー湾に面し、東、西、南はマレーシアのサラワク州が接する。人口は9300人、面積は1166平方キロメートル。テンブロン川がこの地区を流れ、パンダルアン川がマレーシアとの国境をなす。テンブロン地区にある、 ブルネイ最高峰のパゴン山もマレーシアとの国境に位置する。行政庁所在地のバンガルと内陸の村を結ぶ道路の延長は 67km、さらに村内道路延長は 54km である。テンブロン地区の軍テンブロン地区は以下の5つの軍に分割されている。ウルテンブロン国立公園はブルネイで初めて指定された国立公園で、 地区の南部に広がる550平方キロメートルの森林地帯である。この国立公園にはボートでしか行くことのできないクアラ・ブラロン熱帯ウリニ野外調査センターという研究機関がある。手つかずの自然が残されていることから観光客を集めている。近年、ブルネーダルサラーム大学、クアラ・ブラロン熱帯ウリン野外調査センター、スミスソニアン熱帯研究所の合弁事業による 調査プロジェクトがクアラブラロン地域で25ヘクタールにわたって実施されている。これはブラロン熱帯雨林体験と呼ばれ、香港上海銀行のブルネー法人の資金拠出によっている。アウトドアの学校、アウトワードバウンドの拠点も同国立公園内にある。今もなお、天ブロン地区の広範囲が原生林に覆われている。これを活かして、 テンブロンではエコツーリズムが展開されている。クティクティテンブロンなどのエコツーリズム促進運動が2008年末から地元の旅行団体、クナリヌガラ北に等によって実施されている。これらの団体は地元や外国からの旅行者がテンブロン地区を旅するのを促している。この促進運動はブルネー近辺で実施中のハートオブ、ボルネオ計画により始まった。 シュトバンダルスリブガ湾からテンブロン地区のシュトバンガルまでは高速ボートで1時間弱である。マレーシア経由で自動車を利用すると2倍程度の時間がかかっていたが、2020年3月にブルネー湾を横断して両地区を結ぶ橋が開通した。ありがとうございます。